メトカルバモール分子の三次元構造メトカルバモールは骨格筋の痙攣や緊張を沈めるためにもいられる中枢性骨格筋弛緩剤の一つであるメトカルバモールは骨格筋弛緩作用と弱い鎮静作用を持つ中枢神経抑制薬であるメトカルバモールを含む中枢性筋弛緩剤はオピオイド系鎮痛薬が効きにくい筋肉の痙攣。 緊張痛の緩和に用いられる。メトカルバモールは、規定要領では主に脊髄の介在神経を、選択的に遮断して、神経の興奮の伝達を抑制することにより異常に、興奮、緊張している骨格筋のみを嗜患、鎮静し、正常な筋肉の運動には、影響を与えない。メトカルバモールは、プロパンジオール誘導体の、 中枢神経抑制薬であるグアイフェネシンのカルバミン酸エステルであり体内で代謝産物としてグアイフェネシンを生成するメフェネシン、グアイフェネシン、メトカルバモールの構造式1946年にバーガーとブラッドリーによって骨格筋弛緩作用を持つことが発見されたメフェネシンは急速に代謝されて尿中に排泄されるため作用の 持続時間が非常に短く、また静脈内注射で溶血の副作用が生じるという問題があった。これらの問題を解決するために、類塩化合物の探索が行われ、メフェネシンと同じプロパンジオール誘導体のグアイフェネシンが筋歯間作用を持ちながら、溶血作用が非常に弱いことが1949年にギンゼルラによって発見された。さらに、 グアイフェネシンより作用の持続時間が長いグアイフェネシンのカルバミン酸誘導体であるメトカルバモールが米国の A1 ロビンズ社のマーフィーによって1956年に発見され1957年に医薬品としてアメリカ食品医薬品局に承認されたその後日本ではグレラン製薬が1961年に導入した 1968年にフランス、1976年に西ドイツで導入されるなどメトカルバモールは世界各国で導入され、主要な中枢性筋弛緩剤の一つとして現在まで使われている。カリソプロドール、シクロベンザプリン、メタキサロン、そしてメトカルバモールの4つの筋資管剤は2006年に米国でよく使われた。 医薬品の上位200位以内に入っている。2000年の米国の医療支出パネル調査のデータを用いた分析によると、米国で一食い的腰痛の処方薬に占める骨格筋資管剤の割合は18.5%で、ヒステロイド性抗炎症薬の16.3%、COX-2 選択的阻害薬の10.0%を上回るなど、筋資管剤は、 骨格筋系の症状の治療に広く使用されており、医療従事者がメトカルバモールを含む筋歯管剤の便益とリスクについて十分に理解することの重要性が指摘されている。メトカルバモールは白色の粉末で水やクロロホルムに、南洋、エタノールやプロピレングリコールに、液用、ベンゼンやノルマルヘキサンに不要。融点は、摂氏93度。 メトカルバモールは引く体と引く体の2つのエナンチオマーが存在するキラル化合物だが工業的に生産されて医薬品として用いられているのは両エナンチオマーが糖量混合されたラ汗みたいである体が引く体やラ汗みたいより筋弛緩作用が強いことが知られているメトカルバモールは酸性溶液中ではかなり安定しているがアルカリ溶液中では 構造異性体のイソメトカルバモールの形成を経て、グアイフェネシンへの加水分解が進みやすい。水に溶けにくく、アルカリ化水分解されやすいメトカルバモールの注射剤は、溶解補助剤として、ポリエチレングリコールが添加され、pH が弱酸性に調整されている。また、軟水溶性薬物と包摂錯体を形成して、溶解性を改善する薬物送達システム。 素材であるシクロデキストリンの誘導体を用いて安定性が高く非酸性のメトカルバモール注射剤を実現する技術も開発されている。メトカルバモールの合成法としてはグアイフェネシンにホスゲンを反応させて得られるジオキソロン化合物をアンモニアでカルバメート化することによるホスゲン法がある。また、毒性が高いホスゲンの代わりに 炭酸ジエチルや炭酸ジメチルなどを使う非補素原法もある。他には、2、3、エポキシプロピルにメトキシフェニルエーテルを高温高圧化で二酸化炭素と反応させて得られるジオキソロン化合物をアンモニアでカルバメート化する方法などもある。人における骨角筋弛緩剤の作用メカニズムはまだ十分に解明されていない。 脊髄におけるタシナプス反射を抑制する作用と骨格筋防水におけるアルファー、ベータ運動ニューロンの活動を抑制する作用により筋肉の異常緊張を主観させると推定される運動器疾患に伴う誘痛性軽縮例えば、腰肺痛症、経験腕症候群、肩関節周囲炎、変形性脊椎症など毒物、 薬物中毒の治療動物用医薬品日本では、ロバキシンの商品名で、処方箋医薬品以外の医療用医薬品として、アスカ製薬が下流剤を製造を販売している。また、鎮痛成分のエテンザミドなど他の有効成分と、共に配合された錠剤がドキシンの商品名で、一般用医薬品として、日本で市販されている。米国では、 ローバクシンの商品名で錠剤及び注射剤が処方繊医薬品として販売されているほか、1956年に a h ロビンズ社が取得した米国特許がすでに期間満了しており、後発医薬品も利用できる。また、カナダでは、ローバクシンとともに、鎮痛作用を持つ他の有効成分を配合した錠剤が市販されており、商品名は、 アセトアミノフェン配合製剤が、ローバックサセット、イブプロフェン配合製剤が、ローバックスプラチナム、アスピリン配合製剤がローバックシズルなどである。次のような副作用が認められた場合には、症状に応じて、適切な処置を行う必要がある。メトカルバモール及び類似化合物に対して過敏症の、既往歴のあるものは使用しないこと。 次のものは慎重に使用する必要がある。眠気、注意力、集中力、反射運動能力などの低下が起こることがある。服用中は、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事しないよう注意する必要がある。メトカルバモールの過量服用の例は、アルコールや他の中枢神経抑制薬との同時服用が多く、次のような兆候や症状が現れる。 吐き気、眠気、目のかすみ、血圧低下、麻痺、昏睡。米国では、メトカルバモール単独や、他の中枢神経抑制薬、アルコール、抗生神薬と併用の過量服用による死亡例が報告されている。過量服用の処置は、対象療法及び補助療法になる。補助療法は、気道の確保、人排泄とバイタルサインのモニター、必要に応じて、 有液の投与を行うことなどである。過量服用に対する血液透析の有用性は確立していない。単回投与毒性試験における LD50 は次の表の通り。ありがとうございます。